で研修ということで、本日司会をさせていただきます。土木総務課水管理課長の会長、増田さんといいます。よろしくお願いします。で、これより研修会を始めさせていただきたいと思いますけれども、まずはじめに皆さんに、手元も取材も行っているかと思いますので、取材にとって始めさせていただきます。では、はじめに開会の挨拶ということで、主催であります新潟市の方の玉木、課長補佐の方から挨拶いただきますので。皆さん、おはようございます。新潟市土木総務課、笠巻と申します。本日は年末の大変お忙しい中、この除雪機械の技能研修会にご参加いただきまして、本当にありがとうございます。この研修会は、国道、長岡国道長司様の全面的な努力のもとに、今年も開催をすることができました。この場をお借りして熱くお願い申し上げます。それで皆様が これから行っていただきます除雪作業は、真冬の寒さに耐えながら、真夜中から作業を開始して、早朝には、道路の交通確保を図らなければならないという大変過酷な、業務でございます。本日はこの過酷な、除雪業務を国道の第一線で実践をされております株式会社クレタ組様より講義と並びに実技指導を受けまして、除雪の技術並びに専門的な知識を身につけていただければと思います。それでは簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。続きまして長岡国道事務所の管理台に課長をしております古川です。今日一日よろしくお願いします。年末の忙しいところですね、除雪作業の研修会ということで、今日一日、経験豊富な湯沢地区のプレーターさんに、何度も聞いていただいて、少しでも身につけて、帰っていただければと思いますので、また午後にですね、意見交換会を健康観会もありますので、何度も質問していただいて、身につけていただければと思いますので、一日よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は一日よろしくお願いします。で、3番、研修講師 のご紹介なんですけど、今日は午前中の机上の講義をしていただく方と、実技の方は、2つの方向に分かれてやっていただくんですけど、そこの代理人の方をですね、紹介したいと思うんですけど、ここの方向の代理人で、午前中の講義をやっていただくですね、データ組の長谷川さんです。長谷川です。よろしくお願いいたします。ですね、ちょっと後ろになるんですけど、ね、吉田君の統計。統計です。よろしくお願いします。でその他の乗った時にですね、いろいろオペレーターの方いらっしゃるので、何でも、分からないことがあったらですね、お聞きください。地域を守る大事な除雪の作業になりますので、しっかり勉強していっていただいて、いい除雪をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。あと、研修の内容の方なんですけど、次第にある通りで机上講義をですね、午前中させていただいて、でせいてその後意見交換会みたいな形を取りたいと思いますので、その時聞き忘れたこと、何かあったことは聞いてください。であとすみません、ちょっと後ろにカメラ1個入っているんですけど、中の非常講師の講義の講師ということですが、よろしくお願いいたします。内容につきましてお手元の資料を配ってありますが、これはまた帰りの車の中なり会社に戻ってから見てもらえばいいかなというふうに思っております。それから今度ちょっと裏で撮ってみない？はい、行くよ。このように家具の移動日ってのを撮ってみます。
角度を変えて圧接に吹き飛ばすということで、このブレードを角度を調整しています。両サイドにブレードの両サイドについてるやつです。これがずっと4メーターのやつは4メーターついてるがエッジになりますが、最初の新しいエッジはこういう格好になってます。こう使って、まあ新設調整でもそうですが、使ってるうちにだんだんこうこの角度がこういうふうに路面にあってまして、こういうふうに行ってきますので、それでブレードが左にこう進行方向だとすると、ブレードがこういうふうになってます。で、交差点なんで、このままずっと行っちゃうと、こっちから の道路の雪をそのまま流しておいてるよと。で、サイドシャッター、これがついていれば、その交差点の手前でこれを下げて、この間で雪を抱えて、交差点を通過して、その前。真っ直ぐ降りてて、これが上でやる。これですね、これ、このタブ。格好はこれ。このスリムのあれ出して出て、また肌寒いって言われますか。これ、しかし、こういう感じで、こういうとおろすと状態で、シリンダーを見てて、普通の、ちょっと作業してるじゃん。こういう感じで、転校者の手入れ、まあ、転落が出てるようにしてて、こっちは、ブレードの出し具合です。前輪から対向車こっち来ますんで、対向車このブレードに当たってしまうと、なんで出しすぎると危ないよ。さて言って引っ込みすぎると、このセンターの雪が残るということなんですね。ブレードシフトとサークルだったら、対向車の点になるかこれですか、ブレード、そのフロントタイヤ、もありますので、両方教えますので、遠慮なく言ってもらいたいと思います。あと、まあ冬の除雪ばっかりじゃなくてですね、夏場の延長で工事の時に、新潟市の方はよく分かりませんけども、この辺ですと上下水道工事やりますブレードで蓋を引っ掛けますので、舗装も当然痩せてきます。なので、それがまあこの辺の常識になってます。あと、まあ商売も昔は現場打ちでやってたやつが今低キャストの製品になってきてますが、コンクリートの仕上げも金ごて、そんなような、そういうふうに工夫されています。あと最後になりますが、除雪機械の操作は、まあ、トラック系と思われがちでですが、まあ、私はまあ飛行機だと思っております。熟練の機長はですね、副操縦士によく教えてやらないと、副操縦士が機械の操縦士になれないというふうに私は思ってますので、まあなかなか。
の方に出すときですか、はい、右の方に出して作業するとき、はい、ハイド板を右の方に出して作業することはないと思います。ないです、はい、交差点処理なんか逆に左の方に出してまあこう走ってれば左の方へ取り付ける交差点があるわけですから、右側はまあ今度逆に U ターンしてきて反対側の車線の作業になると思いますが、右の方から右の方に出して作業するというのはないと思います。右の方に出す、はい、松田様ありがとうございました。ではこれで午前中の講義を終わりたいと思いますけれども、ここの部分は1時から一応始めたいと思いますけれども、ユーザーに行かれる方は2台使いますので、1人1人、2台使いながら、まあ、お宅を伝えてこのコースを、まあ、1人2周ぐらい元に戻す作業を動画の方やっていただきたいと思います。動画の方かなり、まあ、待っていただく時間もかなりあると思いますけど、乗れる回数もかなりあると思いますので、ぜひ体験してください。最初、まあ、講師が、カラコーンから外に、まあ、絶対に出ないように注意していただきたいと思います。スピードを出して操作する必要は全然ありませんので、操作の方が確認するようにご協力していただければ、操作を行ってもらっても構いませんので、よろしくお願いします。午前中機場で、教わったことを、まあ、実技の方で確認したいと思いますので、小島さんです。小島です、よろしくお願いします。グレーダーの方2名いまして、こちら山本です。奥の方、小曲です。よろしくお願いします。どうでしょう、それでここ見て、去年来られた方いるようですので、新興仮説さんの3名ですかね、はい、まあ、去年も来ていただいて、よろしくお願いします。はい、新興仮説さんのポカリスさん、斉藤さん、木村さん、深山さんに乗っていただいて、うちの運転手からちょっと操作方法だけ聞くように先にお願いしてください。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいエンジンかけたり動かしたことはある？ちょっと走ったことは、はい。あ、そう、どこのメーカーのやつ？小松だ。あれは。
ラは意識しないで。はい。どうですか、実際に。いや、やっぱ難しいですね。無理に難しい。やっぱり運転操作全般ですね。はい。はい、これまでの経験は。まあちょっとこう、まあ道路走らせる程度なんですけど、まあ動かしたことあります。一番気を使うところってどうですか。やっぱ周りの車にぶつからないようにすることでしょうか。はい。今日の車の講習はどうですか。役に立つそうですか。あ、もうすごく役に立つと思います。はい。次はバッチリやりそうですか。やりそうです。はい。あ、ありがとうございます。はい。実際に乗ってみられてどうですか。はい、実際にやってみるのと話を聞くのとは全然やっぱり違って、実際深い雪では新雪にはまって、まあ、ハンドルが取られる状況になっちゃいましたので、まあ、本当にこう熟練の技がやっぱ必要なのかなってやってみて思いました。これまでにこのグレード経験が終わりなんですか。昨年でちょっと1回乗らせてもらったんですけども、まあ助手としてやって、まあ、今年度からちょっと自分一人でやるという形で、まあ、一人というか、まあ、自分がメインとしてやるということで、まあ、実際本当にやらなきゃいけないということで、ちょっと今日は本当に親身になって聞きに来させてもらいました。どうですか、やっぱり成果というかあります。そうですね、教えてもらってなんとなく、まあ、結構難しそうなところをこんな風にやった方がいいという話を聞いたので、まあ、来てよかったなとは思いました。一番難しかったところってどうですか。一番難しいのはやっぱり曲がるとき、まあ、コースがちょっと狭いっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、本当に雪を押しながらだと本当に取られてしまって、まあ、その辺どういうふうにやっていくのかをちょっとやっぱり、まあ、やりながら覚えていかなきゃいけないのかなと思いました。自信は、まあ、そうですね、やりながら覚えていく降りています。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。今回のこの講習会の目的というのは、はいはい、新潟市の方のですね、除雪のオペレーターの方のですね、技術力向上のためにですね、実施しています。国交省さんにバックアップされて、そうですね、新潟市の方からですね、協力の要請をいただきまして、それでうちの方で協力しているという形になっています。そうですね、実際にこういう技術でやると、はい、それなりにやっぱり効果ってありますか。そうですね、やっぱり機械ものなので、どうしても練習というか乗った回数によって今度変わってくると思うので、できる限り乗っていただいて練習してもらうというふうに思っています。新潟市の場合は、雪があまり降らないので、技術がなかなかうまくないという、はい、いろんな批判があるんですけども、はい、これはやっぱりその一環でやっぱり私は。そうですね、そういう声があったようで、で新潟市の方からうちの国交通省の誰どこかでそういう講習をしてください、手伝いをお願いできませんかっていう話があって、それで実施をしております。こういう依頼があって、はい、こういうふうに協力されるっていうのは結構あるんですか。はいはい、そうですね、そんなにはないですね。今新潟市ぐらいですね、こちらで講習してるので。効果を期待されているところってどういうところですか。そうですね、除雪っていうのはやっぱり地域の安全安心のための作業なので、一人でも多くたくさんの人が技術を習得してもらえば地域が全体が良くなるので、それを期待したいと思います。まあ、こういうタンクは多ければあるほどオペレーターの方々に技術アップにつながるということですか。そうですね、乗っていただく方もそうですし、教える側もですね、教えるときにやっぱりそうするとまた思い出すこともあったりするので、うちのオペレーターの技術も上がっていくと思いますので、こういう機会はどんどんあったらいいなと思っています。はい、ありがとうございます。今回の講習会、はい、どうですか、皆さん真剣に。そうですね、はい、先シーズンも来てくれた方が、まあ、今シーズンも来てくれて、なかなか、まあ、実際の出動がなかったということで、また勉強に来たということで行っていただいて、まあ、皆さんの役に立てればいいかなと思ってますけど、今回、まあ、新潟市ですけど、新潟市って割と雪があまり多くならないんですけど、除雪をするチャンスがなかなかないと思うんですけど、やっぱり慣れた方がいいと思うんですか、何回か出た方がいいと思うんですか。まあ、やっぱり教科書で勉強するよりはやっぱり実際乗っていただいた方が分かりやすいと思います。
まあ、雪がもし降らなくてもですね、道路の危険の箇所とかそういったとこを探して歩くだけなので、まあ、勉強になると思いますので、除雪実際出れなくても、まあ、やれることあると思いますので、やっていただければ。あの難しい部分というのは違う、どこが難しいですか？そうですね、まあ、機械によっては操作のレバーが数多くある機械もあります。グレーダーだと6本とか8本のレバーがありますので、まあ、どのレバーを動かしたらどこが動くとか、それをまあ最初に覚えるのも非常に大変だと思いますけど、まあ、あとはですね、まあ、やっぱり雪ですので、その日その時によって路面の状況とか気象の状況が違いますので、その変化にまあ対応できるようにやっぱりまあ経験を取り積むしかないのかなと思います。あの指導される上で一番あのここがだって気をつけてらっしゃるところですね。そうですね、あの、まあ、道路には構造物がありますので、雪で隠れちゃうとまあ分からなくなってしまいますので、まあ、うちの運転手には必ず雪が降る前に、まあ、道路の方危険箇所がないか確認してくれということでお願いしてますし、まあ、当然一般車も横を走ってるわけですし、歩行者もいますので、そういったことに気をつける注意はしてます。こういう講習があることによって、あのやっぱり県内の警察の技術というのが向上するということで、国交省さんの方のこういう協力があって、技術向上があるということになりますかね。そうですね、非常に役立つと思います。自分たちも、まあ、また再認識するためにいいことだと思いますので、まあ、これからも続けていければと思います。今回この講習会はどういうのを作ったか。そうですね、あの新潟市内はもともと新潟県内でも最も雪の少ない地域ということで、なかなかの除雪のオペレーターさんたちも経験を積めないということがありましてですね、ぜひともあのこの雪の多い地域で熟練したオペレーターさんに直接習って、まあ、技術と、まあ、あの知識を身につけていただきたいとということは今回この講習会の目的でございます。国交省さんに協力をお願いします。そうですね、はい、はい、ういうこと。あ、もうやっぱり熟練オペレーターさんということになりますと、やっぱり長年こう直轄国道でこう厳しい中でやられている業者さんからお聞きする、まあまあ技術的な指導を受けるというのが一番こう効率的だということで、全面的に国交省さんの方ご協力いただきながら、練習をさせていただいております。今回の参加された方は、はい、公務課の方ですか。そうですね、市で契約されている技術さんの方にこう案内出しましてですね、こう熟練オペレーターさんから直接こう指導を受けれますよと
ということで、ちょっと手を挙げていただいた方々、まあ、大体あまりご経験のない人たちをメインにですね、今回、この研修会でお世話させていただきました。この研修会に期待をされていることってどういうこと？もう先ほど申した通り、もう本当ね、こう機械操作の技術をちゃんとこう身につけて、新潟市内でこう活躍していただきたいということと、もう一点、やっぱりどうしても除雪業者自体のオペレーターさんもこう高齢化しておりますので、まあ、その辺もちょっとあるんですけども、まあ、この講習会は結構若い方、結構参加されてますので、まあ、この講習会を、まあ、定期にしましてですね、ぜひとも除雪作業を長く、まあ、続けてもらいたいなという希望もございます。逆に、まあ今回習ったことを受け取って次の世代にも、そうですね、そうしていただくことがね、こう継続的に高校の除雪作業がこう、スムーズにいくことだと思いますので、まあ、継承していただければ一番よろしいと思うんですけども、なかなか新潟市内雪降ったり降らなかったりですので、やっぱりその辺はどうしてもね、ネックになると思うんですけども、はい。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、実際、講習受けられて。本当、初めて、まともに乗ったんですけども、まあ、思ったよりはやっぱり難しかったですね。はい、まあ、どの辺が一番難しかった？レバーの上げ下げがちょっとまだ分からなかったんで、上がったり下がったりが、どの向きかというか、そうですね。今回のこの講習会は、はい、どういうことで応募されたんですか？今年から除雪を始めるにあたって、受講に、はい、来ました。今までじゃあ経験というのは？ないです。全く初めて、はい、そうですね、はい。じゃあこの機械に乗ったのも初めてですか？自動車学校とか講習会ではあったので、はい、そうですね、はい。教えてくださるベテランの方はどうでした？講習会のベテランの方が教えていただいたんですけども、はい。今ですか？今、はい、分かりやすかったです。はい、そうですね。はい、ある程度やらせてくれたんで。特にこう注意をされたようなところってどこのところでした？バケットの向きですね。はい。この今回の講習はこれからの除雪にはどうです？とても役に立ったと思います。はい、そうですね。新潟の場合はあんまりね、その頻繁に出るわけじゃないから、そうなかなかチャンスがないっていうのはあるでしょうけど。そうですね、はい、そうですね、はい。いい経験になりました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あの今回 の, この講習会、はい、この平田さんというか講習受けられる方って割とまだベテランじゃないって、そうですね、今回はなんか、はい、初心者の方が多いようですね、はい、どういうところを中心に教えられますか。まあ、やっぱりあの基本操作、あの午前中の機上法の勉強もそうだったんですけど、まず基本ですね、それから、機械の、まあ、慣れてもらうという意味で、午後はあの電車に乗ってもらっての、 あの体験ですね、はい、実際にちょっとご覧になったどうですか。はい、でも皆さんあの割とグレーダーの練習される方は、まあ、2、3回こう動いたらだいぶうまいなと思って見てみましたけども、ただちょっとこう目線ですとか安全確認の仕方が、作業装置の方だけ行って前の方がまだ確認不足かなというふうに思いました。はい、今回まあ新潟市の方々、はい、新潟の場合はそう雪が積もって毎日毎日降るわけではありません、はい、この辺から比べると事実に返すというのは少ないんですけど、はい、少ないものところをどういうふうにカバーしていけばいいですか。そうですね、少ないところ技術の向上、やっぱりあの除雪は機械に慣れるっていうのがまず一番です。そうするとやっぱり数乗らなきゃいけない、時間乗らないと慣れないっていうのがありますので、雪の少ないところの方は数乗る練習といいますか、そういった機会を設けて、練習された方が上手になるんじゃないかなと思います。まあ、なかなかやっぱりね、ノーチャンスがないと、そうですね、いきなりまた除雪に出ろと言われても、はい、かなり大変なところもあると思う。そうですね、はい、そうですね、普段降らないところに降る、さあ困った、どうしようかっていうのが現実だと思いますので、それがね、なかなか難しいところじゃないかなと思いますね、はい、日々 の, その中で、はい、例えばこういうことをしたら役に立つよっていうのはありましたか。そうですね、まあ、機上でも言いましたけども、夏場からの延長が、除雪になりますので、道路構造物の位置の確認把握ですとか、ちょっと道路構造物のマンホールの蓋をちょっと低めに、セットするとか、まあ、数があると難しいところは、まあ、周りをちょっと舗装で盛り上げるとか、そういった工夫も大事なんじゃないかなと思います、はい、今回の講習でその受けられた方々に期待されるものというのは、期待することはやっぱり地元に帰りまして、地域の方のためになるようなその除雪ですね、まあ、苦情は来ますけども地域のために、頑張ってもらいたいなと思います。はい、ありがとうございました。そのロック入れっぱなしで、まあ、バックなしでこう後ろを見て、はい、行ってるとこ、はい、勝手に上がってるっていうような、はい、ほらそういうこともあるんで、はい、そういうのを気をつけてもらって、これは鳴らすとか、はいはいはい、こうやって平らになる、はいはいはい、これはあるんで、はいはいはい、今分かった、この上でもこれはもうあるかな、日本レバーでもちょっと俺も分からないですけど、うん、そうですね、多分あると思うんですよね、はい、キャプテンです。どうもお疲れ様です。どうも。どうですか、実際乗られてみて。で、実際乗ってみて初めてっていう感じで、雪の操作っていうのはなかなかちょっと難しいものがありました。やっぱたまにスリップしたり聞いてたけど、やっぱ実際乗ってみると結構な滑りとかありました。
あの今までじゃあ除雪の経験というのは全くないです。今回初めてやるというか、去年も待機命令ぐらいしかなくてほとんど出なかったんで、実際一回も乗ってないんで、今日初めてこの雪の中の体験させてもらいました。一番難しかったところってどうですか？やっぱり走らせてみて、やっぱ経験積まないとうまくならないなっていうのは多分実感しました。はい、実際に指導していただいてくれた先生はどうでした？はい、親切丁寧で、はい、よく教えてもらいました。はい、今日の、講習は役に立ちますか？これからやっぱりこの経験を生かして実際出て経験を積んでいきたいと思います。はい、なかなか、ね、新潟市の場合はそうですね、雪が毎日降るわけじゃないので、うん、はい、いつ出るかっていうのはありますけど、またが、はい、ただこの経験を生かして実際やっていきたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。まだこの場で、また聞き直して、
感動したら何でもこう聞いてもらってこらず、どうでしょうか。ですので、じゃあ、今日の、まあ、研修、午前中、講義、午後から実技ということで、一言ずつですね、今後、私どものですね、まあ、来年以降、研修やっていく上での参考としたいということもありますので、まあ、新潟市さんの方では別途、アンケートもされると、研修された佐藤さんから、すいませんが、一言、感想をお願いできないでしょうか。はい、まあ、グレーダーの方を、募集させていただいたんですが、はい、エッジの当たり加減とかそういう微妙なところ、はい、出し加減とか、まあ、あとは対向車に気を使った運転とか、まあ、注意するところをいくつか聞いたんで助かりました。はい、押させてもらったんですけど、ショベルの方も乗せてもらって、こちらも、まあ、基本的な操作からちょっと細かい圧雪の時の圧雪の入り方とかも教えてもらって、あとそうですね、視覚になるポイントとかそういうところも細かく教えてもらえたんで、とてもためになりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もらったんですけども、今日初めて調節の方やらせてもらったんで、まあ、乗ってみて初めて難しさっていうのをすごい、感じました。まあ、これを無駄にしないように本当に経験積んで、やっていきたいと思います。ありがとうございました。はい、搭乗者がいて初めてこうなんていうんですか、自分の癖ですね、バックの時にも目視してるとかそういったようなことを教えてもらいましたので、これから活かしていきたいと思います。はい、次に普段、まあ、時間がなくて教えてもらえないところまで細かく教えてもらえたんですごい勉強になりました。はい、じゃあ次に岡井さん。はい、あれだけ30センチの雪の上をやっても実際に道路のところをやるっていうと違うので、まあちょっと難しいかもしれないんですけど、できれば本当に道路のところをやるっていうそういう状況の実地を受けてみたいなと思いました。わかりました。前の年もちょっと出してもらったんですけど、なんか今回ちょっといろいろなテレビ使って見た映像で見たりしたんで、すごい分かりやすくて良かったです。はい、よろしくお願いします。次に、木村さん。雪、まあ、雪何センチか積もってる上の上面をこう入る位置だけだったので、できればその本当に地面に当ててこう入れて、その後ろはもう雪が全くないっていう自分の書いた状況を見てみたかったなっていうのはあります。はい、はい、じゃあ次にこちらですね。はい、講師の方にはよく教えていただけたので、あとは実際実践出てそれを活かせるように頑張っていきたいと思います。はい、なんか疑問点ってまだないですかね。聞いておきたい講習会ということでしたけれども、座学の講習会というものを、まあ、基本的なところですね、まあ、小松であるとか三菱であるとか、といったメーカーさんでやられているもの、それから日本建設機械協会さんで、そこともあります。よろしくお願いします。まあ今日一日、まあ、研修されまして、まあ、除雪グレーダーっていうのがですね、まあ、建設機械の中でも操作レバーが多くて、で、まあ、除雪作業をというのは路面の状況によって、レバーの操作をして、周作式技術により、除雪作業に当たっていただきたいと思います。それからまた指導のですね、除雪というのはすぐ脇を歩行者の方が歩いていたり、またバックをするという作業も出てきます。神経を使うという作業もありますので、くれぐれも周囲の安全確認を確実に行っていただいて、事故に注意して、作業
ただきたいと思います。このセンターなんですけど、今年の7月にできまして、雪害全般ですね、何に特化ってことじゃないですけども、全体を、いろんな業務に取り組んでるっていう組織です。で、私今日お邪魔したのは、その業務の柱の中に、今皆さんもご存知だと思いますけども、除雪のオペレーターの高齢化っていうのが問題になってまして、数年前の調査ですと、50歳以上のオペレーターの除雪のオペですねの方が 47%、 約半数っていうような状況です。その10年、人材育成、それから技術の継承っていうところも今後重点的に取り組んでいきたいと考えてまして、今回こういった新潟市さんが除雪のオペレーターさんの募集会を開催されるということで、私どもも今後何らかの形でそういう育成とかそういうことにも力を入れていきたいと考えて、今日は勉強がてらですね参加させていただきました。で、今年立ち上がったばかりなので、近々の課題が結構あって、なかなかそちらの方に今年はできなかったんですけども、今日のような状況を見せていただいたり、また今後アンケート等をいろいろ実施してですね、同じ研修をするに、三八防雪というのは皆さんご存知ですよね。実はこの三八防雪が契機になりまして、北陸地域で、本格的な道路除雪、セピア色になってますけど、古い時代のところから来て、機械の変遷とか、今の、工夫ですね、そんなのが一応、冊子としてございます。で、これが冊子なんですけども、今年の秋口から続いたいくつか建設に関わるイベントでですね、これは大きな、このテレビぐらいの尺にしていろいろ PR させていただいてます。で、その中で講師をやられた小部さんの皆さん、それから主催されました新潟市の方、今日はどうも、ありがとうございました。終了証書、秋葉建設工業株式会社佐藤雄二殿、あなたは今般新潟市主催による除雪機械安全運転技能研修会において所定の過程を終了されましたので、これを称します。平成25年12月19日新潟市除雪総括本部長渡辺明憲、どうもご苦労様でした。続きまして、秋葉建設工業、遠山さん。どうもお疲れ様でした。終了証書、秋葉建設工業株式会社、遠山勝樹様、勝樹殿、以下同文でございます。どうもお疲れ様でした。堀川建設株式会社、湯浅義之殿、どうもお疲れ様でした。続き、終了証書、共同建設株式会社、新潟市誠の同意でございます。続きまして、北陸保全工業の三宮様。続きまして、新興仮設工業の穂刈様。終了証書、新装仮設工業穂刈という事の加藤さんです。ご苦労様でした。続きまして、同じく新興仮設工業の斉藤様。工業、新装仮設工業、
まして、高倉産業朝倉様。終了証書、有限会社高倉産業朝倉哲也と。アルバ建設渡辺様、お閉会の挨拶ということでお願いします。ありがとうございました。本日は熱心な講義、質疑指導もありまして、本当にありがとうございました。共生の方々にとっては、大変有意義な研修になったかと思います。この研修で学んだ除雪に関する、技術知識については、今後の除雪作業の中で、十分に活かしていっていただきたいと思います。先ほど長くオペレーターを務めていただければ、大変ありがたいと思います。最後になりますけども、この忙しい時期に、この研修会に全面的にご協力をいただきました長岡国道の皆様に申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。本日は大変ありがとうございました。並びにですね、地元郵送さんのオペの方に、感謝の意を込めて拍手で終わらさせていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして終了になりますので、じゃあ忘れ物ないように、名札は